適応病態を考える前、ま、あのためにはまずどういうことに触れたかということを整理しまして、それが、まあ、適応病態にするのが一番自然な流れだというふうに考えました。でまずあの慢性腎臓炎治療の質を規定する、まあ、柱というのがありまして、一つはクリアランス。これは、まあ、小さいものから大分子全てに関して体時間あたりどれぐらいの熟成度を持っているかということが第一点、それから時間、それから頻度、スケジュール、そして3生態的合成から透析液質、こういったものが透析患者さんの予防あるいは QOL に関わっている要因ではないかと思います。でこのうち HDF 療法というのはこのクリアランス、特に大分子領域で高めるということ、それから生態的合成を改善するということ、それから透析液質を浄化する、まあ、この3点を改善しているところが HD と違っているというふうに考えます。HDF と各種タンパク透過型膜による HD の比較なんですけれども、こちら側が HD ですね。いろんな膜を使っています。まあ、あのハイパフォーマンスメンブレンの中でも名手のものを選んでいるわけですけど、それでここにあるのが HDF です。で何を見たかと言いますと、横軸に分子量3万3000のタンパクであるアルファ1マイクログロビンの除去率、そして縦軸に1万1800のベルデッツマイクログロビンの除去率を取ったものです。でこれで見ていただきますと、 HDF というのは、まあ、どんなタンパク透過型の HD をも、まあ、凌駕していると、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、そういうことが分かると思います。はい。で HDF の臨床応用における課題、まあ、あのいろいろと多くの人があのいろんなことを報告してまして、まあ、確かに朝のあのアギ先生のご挨拶にもありましたように、まあ、自分のところの HDF は5だったという報告が、まあ、多かったかもしれません。でそういったことを、まあ、整理してみなければいけない時期に来ているんだなと思うんですけれども、まあ、一つはあの手法を整理しなければいけません。これはあの従来のボトルバッグ型の HDF、 それからオンライン HDF、 プッシュ&プル HDF、 それから内部老化促進型ダイアライザーと、まあ、こういう手法が違うわけで、まあ、当然使われる膜、それから治療条件、それからそこで得られる除去特性というのも変わってきます。それから治療条件ですね、それもあのよく整理しないといけません。で単にろ過量といってもそのどういう膜でやるかということも大きく変わってきますし、血流がどうかということから希釈モードはどうかということも変わってきます。膜特性、膜面積、希釈法、ろ過速度、血流、透析微粒量、こういったファクターを整理する必要があります。それから臨床効果を整理する、まあ、これそして適応病態を整理する、まあ、これが私に与えられた仕事なんですけども、まあ、付け加えまして、まあ、保険点数の再編ということもやっぱり考えてみなければいけないと思います。まあ、一つは機能別の薬価分離ということ、そしてもう一つは水質管理加算量の新設ということをまあ提案したいと思います。はい。で、あの HDF を整理してみますと、まあ、従来の HDF というのは、まあ、置換液として、ボトルを使うと。で当然まあこのボトルというのは高いわけですから、これは従来型 HDF イコール高希釈 HDF と考えていいと思います。でもちろん大量にやれば全希釈でも効果を得るわけですけれども、まあ、非常に高価だということで実際上は5希釈になると思います。それからオンライン HDF、 オンライン HDF ではダイアライザー、まあ、フィルターですね、フィルターでろ過だけ起こる、まあ、今はダイアライザーを使っているわけですけれども、ろ過だけ起こって、そしてパイロジェン除去フィルターから、まあ、逆ろ過といいますか、保液が起こっている。でプッシュ&プル HDF というのはフィルターの中でろ過と逆ろ過が向きが変わる。そして内部ろ過促進型ダイアライザーというのはあのフィルターの長軸方向に分業している、まあ、こういうあのろ過法によって、ろ過法と置換法の手法の違いがあります。はい、次お願いします。まあ、これから臨床効果のお話に入りますが、今まで、報告されている臨床効果をあの、まあ、あの調べてみましたら、大体文献がノンレビューの文献も入れまして、和文英文で、まあ、見ただけであの50本以上ありました。でそういったのから見てみますと、体重、筋肉、脂肪の増加、これがまあ大体 60% の症例で見られる。それから栄養状態の改善、それから倦怠感の改善、から関節痛の改善が 70%、 で皮膚創瘍が 80% 以上、から色素沈着という報告もありました。から高血圧が治った、血圧上昇が逆に、血圧上昇が起こった、あの言い換えると透析困難症、受水困難から受水できるようになった、からイライラ不眠が治った、これ 70%、 腎性貧血が改善した、まあ、具体的に言うとエリスロポエチン不応性貧血が治ったか、あるいはエリスロポエチン投与量が減ったという形になりますが、これが 90% の症例から末梢神経障害が治ったということですね。でこのパーセントで書いてあるのはかなりあの報告が多くて統計を取ることができたというものです。まあ、心当たりがだから保険の適用ということを考える場合にはあの重要なヒントになるんじゃないかというふうに思います。これからの九州の多施設共同研究の結果を評価しあのご報告しますが、あの自覚症状ですね、関節痛とか皮膚創瘍症とかイライラといったものはなかなか評価しにくいんで、とにかくあの多施設で評価法を決めようということで、単純に10センチのバーを作って、あの例えば関節が全くない、これ以上はありえないというところで、まあ、患者さん自身にこう罰をつけてもらうと、でそれを点数化するという方法を取りました。でポイントは自覚症状を定量化するということ、それからスタッフの恣意的判断を排除すると、
まあ、この2点だけです。ですから A さんで80点 B さんで70点で A さんの方が強いとかそういうことは全く意味がないということになります。はい。で、肩関節がどのように変化したかといいますと、まあ、このように、15例でこういうふうに下がっていると。で、この辺りでは優位差が出ているということになります。はい。で、全てのデータは示しませんが、集計したものだけ示しますと、関節痛創痍イライラですね、関節痛創痍イライラに関して、有効症例の割合、これはスコアが30点以上減少した人を有効症例と考えたんですけども、それの割合、それからスコア自体の改善率、スコアの除去率みたいなものですけど、それを、全員の患者さんで見たんですけれども、こういうふうに関節痛は大体 70% 程度の症例で効いてて、創痍はもうちょっと効いて 80% 以上で、イライラは 70% 弱ですか、そういった、症例で効いているということが分かります。はい。その低分子量タンパク、大分子を抜くということが一定でいいというのは分かるんですけど、じゃあどこを抜くのがどういう症状に関わっているかということを見るために、この緑の人たちが実はコントロールになるんですけども、つまりハイパーマスメンブレンを使って結構大分子量の除去率は HD としてはいいんです。かなりのところに行っているんです。こういった人たちを、3群に分けました。で、3群というのは一つはこの赤のところなんですけれども、もっとタンパク透過型なんですね。具体的に言うとアルブミンが 4g、5g 抜けるような HD に変えたということ。で、こちら側は β2 マイクログロビンの除去率だけ上がるようなそういう HD を選択した。で、このこちら側は両方、上がるような治療モードを選択したと。そういう3群に分けたんですね。そして、これがコントロールです。で、こういうふうに分かれていったわけです。そしてこの1はグループ1はアルファ1マイクログロリンも今までよりもよく抜けた。具体的に言うと除去率で 20% 以上から β2m の除去率 75% 以上で、グループ2というのは β2m だけ今までよりも上がったというグループ、具体的に言うと 75% 以上です。で、グループ3というのは β2m は変わらなくてアルファ 1m だけ良くなったという、この3群でどれが一番効いたかということを見てみたわけです。そうすると当然予想される結果ですけど、グループ1が創痍、肩関節ともに一番よく改善しています。で、グループ2という β2m 領域を抜いたものは創痍は結構よく効いてるんですね。変わらないぐらい効いてます。で、ところが関節痛になるとやはり効き方が悪いということで、グループ3は創痍の方も悪くなっているということ。ただ関節痛に関してはグループ、と変わらないか、ちょっとそれよりぐらいか、有意差出てませんけど、そういうような結果が得られました。こういったことから、ターゲットとする要素というのは、β2m だけではなくて、アルファ1マイクログロブリン領域、もっと大きなものも対象にすべきであろうというふうに考えられるわけです。はい。で、HDF は関節をどうして改善させるかというと、血液浄化というのは、この血液しか扱ってないんですけれども、その血液を、いろいろその工夫することによって、大分子を抜くとか、サイトカインを抜くとか、あるいは膜面で出てきたサイトカインとか母体 C5A、C3A、それから強固 12A 因子あたりをそのままフィルターで抜いているというようなこともありまして、血液の生体的性が上がる。で、これが血管内皮の接着因子の発現、透過性の更新といったものを抑えると、ここら辺りまでは直接的に血液浄化で変わるんじゃないかと。で、それがその結果局所で炎症が沈静化するとか、要するに細胞の浸潤が減るとか、そういったことにつながって関節痛が改善しているのであろうと、決して透析アミロイド症の関節痛が β2m を抜くことによって改善しているわけではないだろうというふうに考えられています。はい。で、次に HDF における貧血の改善ですけれども、これは何を見ているかというと、赤が HD ですね。この人たちを HDF に変えて、これは6ヶ月後のスタディ、評価だと思います。で、これは全、6ヶ月間の平均ですね。から、違います、ごめんなさい、全6、HDF を導入する前の、6ヶ月から0ヶ月の平均ですね。それからこちら側が HDF を導入した後6ヶ月から12ヶ月の平均です。ちょっとややこしいんですけど、6ヶ月経ってから評価、6ヶ月から1年で評価したということです。それでヘモグロビンの値が、10弱から12弱ぐらいまで上がっていると、有意差が出ています。それから、注目すべきはヘモグロビンの濃度が上がっていながら、なおかつエリスロポエチンの投与量が半減しているということなんですね。で、これが HDF で得られる貧血の改善に 90% ぐらい見られるんですけれども、斉藤先生が透析液をきれいにするだけで同様 の発表があったということを冒頭に発表されてましたが、そこら辺でオンライン HDF の貧血改善効果が透析液をきれいにしたからか、それとも HDF だからかということが、近年議論されてまして、で、大体落ち着いたところはですね、透析液をきれいにするだけで
まあ、エリスロポイチンの投与量は、まあ、20-30% 減ると。でそれを、オンライン HDF までやれば、まあ、半減すると、まあ、ということで、やはりオンライン HDF の貧血改善効果は両者の相乗効果であろうというようなところで、まあ、落ち着いていると思います。はい。HDF による増血指標ですけれども、つまりHDF でなんで、貧血が改善するかということを、まあ、調べてみようということでやったんですけど、まあ、トランスフェリンレセプター、まあ、これは増血の指標になるんですけど、それから、レティキロサイト、毛状赤血球のカウントですね。でこれで見ますと、HDF 群ではやはり両者とも上がっているんです。で残念ながらトランスフェリンレセプターでは有意差は出なかったんですけど、毛状赤血球では有意差が出ているということで、やはり増血は改善しているだろうと、まあ、増血の改善が貧血改善の全てを説明するかどうかは分かりませんが、増血はまあ改善しているだろうということが言えます。貧血が改善する基準は言われていまして、まあ、一つは今お見せしました増血能の改善で、これはどうしてかというのはよくわからないんですけど、まあ、増血阻害因子が除去されるのではないかとか、まあ、増血抑制性のサイトカインが低減するのではないかとか、まあ、そういったことが言われています。それからあと赤血球寿命も改善するのではないかというような研究も進んでいるようです。で、まあ、どうして寿命を改善するかというと、毛内系の濃縮が低下するからとか、赤血球膜の安定性が改善するからとか、まあ、こういうことが推察されてますけど、まあ、今のところまだデータは出てないようです。から血流量の改善、これはすでに報告がありまして、慢性炎症の改善を、によりまして、貯蔵鉄から増血プールへの移行、具体的に言いますと、まあ、フェリチンとして測れるような、推察されるような貯蔵鉄の割には、増血に利用される鉄っていうのが、良性患者さん少ないというのが言われているんですけど、それが、まあ、改善しているというようなことが分かっています。からもう一つはやっぱり、これが重要だと思うんですけど、栄養状態の改善、まあ、こういったことで HDF で貧血が改善する。まあ、これ 90% の症例で改善します。はい、ですから、まあ、経済効果というのがものすごいんですね。もし HDF をやってエリスロポエチンが半減するとしたら、実はエリスロポエチンの市場というのはダイアライザーの市場よりも同性患者さん全体で見たら大きいですから、これが半減するというのはすごい経済効果じゃないかというふうに思います。から次に HDF と血行動態です。これはいろんな人がいろんなことを言っています。高血圧が HDF で治ったという報告もあれば、血圧が低かった人がHDF やったら受水ができるようになったとか、まあ、方向がですね、どちらもあってちょっと混乱してるんですけれども、まあ、あらゆる報告がありました。つまり治療中の血圧が変わらないとか、下がったとか、逆に上がったとか、逆に治療してない間欠期ですね、そのベーザルのブラッドプレッシャーレベルが上がったとか、変わらないとか、下がったとか、上がったとか、もういろいろな報告がありまして、ちょっとよくわからないんです。で、統計を取ることもできなかったんですけれども、まあ、どうして変動するかということをまあ考えますと、まあ、HDF では大分子を除いて、それであと生体適合性、生体不適合性が落ちて、それからエンドトキシン負荷も減って、まあ、その結果血圧を上げる側の要因としては血管内皮由来の異能が下がるんじゃないかとか、まあ、血管拡張性のプロスタノイドが減るんではないか、あるいは凝固系の活性化とか、それとリンクしたブラジキニンの産生が、まあ、落ちるんではないかと、まあ、これはまあこちらにブラジキニンは、まあ、プロスタノイドの産生にも関わってくるわけですけれども、それから血管透過性が、血管透過性といいますか、それが落ちるんじゃないかということで、プラズマリフィリングとか血管トーネスを介して血圧の維持効果に関与してるんじゃないかと。逆にタンパクどんどんできますから、血小板浸透圧が下がるとか、あるいは長期的に、まあ、太ってくるとかいうようなことを同じドライウェイトを設定したままにしていますと、まあ、当然血圧が下がるということもありますので、まあ、どちらが出てくるかというのは症例症例で違うということもあり得るのかなというふうには思います。はい。で、次からの栄養の話を何枚かするんですけれども、HDF 導入しますと、1人として同じ基準でドライウェイトを設定していますと、ドライウェイトが一定という方がいません。上がる方、下がる方とかいうのがあるんですけど、まあ、ここを見ていただくと、この人なんてすごい勢いで体重が増えていて、もちろん心境比は一定で、血圧も一定、まあ、そういうふうに体重設定したわけですから当たり前なんですけど、だけどこういうふうに体重が増えていくと、まあ、こういったのが栄養状態の改善じゃないかというふうに考えます。つまり筋肉脂肪がついていると、そういういい効果だと思うんですね。から実はまあ下がってる人もいるんですけど、下がってる人は実は受水困難な人で、まあ、受水ができたとか、まあ、そういう、まあ、いい言葉で挙げてもしょうがないんですけれども、まあ、そういうようなことです。で、体重増加の要因としては食欲増進、から以下更新が是正すること、から血行動態の変化があります。で、減少の要因としては受水困難の改善、それから、それからタンパク質が悪い方向に出たということですね。栄養学的にネガティブに出たということもあり得ると思います。から血行動態の変化、まあ、こういったことで非常に体重がダイナミックに動くということです。はい。これが先ほどちょっとディスカッションになってましたけども、アルブミン損失と栄養学的指標の変化、まあ、斉藤先生が昔されてた仕事と同じことをやってみたわけなんですけども、これはこちら側が、こちら側がアルブミン損失量ですね、アルブミン損失量をどんどん増やしていったと。そしたら、
その増やす前の、事前の、アルブミン値ないしは血清コレステロール値を1として、それがどっちに動いたかということですね。上がった人は上がったということ、下がった人は下がったということで、当然タンパクをアルブミンをどんどんリークしていきますと、あれ血清アルブミンが下がっていきます。から総コレステロール値が上がっていきます。まあ、ちょっと相対値でいきましたので具体的な値が出てませんけれども、まあ、そういったことからどこかで線引きはしないといけないんです。それで、まあ、斉藤先生3グラムということで、まあ